そういうもんなんじゃわ。まあ、清正はな、側室やらなんやらは仕組みやんな。そうですね、1、2、3 1、2、3 側室が3人でしょ。3人か4人でしょ。おぬし、そういえば女房の話あんまり聞かんな。あー、そうですね、実はですね、ちょっとよう思い出せんところもありまして、まず名前がわからない、それからいつ頃結婚したかというのもあんまり定かじゃない。私女房の名前思い出せん。最初のあのおなごがちょっと名前がですね、あんまり思い出せない。でこういつ頃結婚したかっていうのも多分15、6歳ぐらいっていうぐらいしかわからず、で朝鮮にこう出兵しとる間に、妻と子供がおったんですけども、その2人ともちょっと残念ながら亡くなってしまいます。でこう側室を除けば正室がおらないというこの独り身の状態がしばらく続いておった。で朝鮮出兵から帰ってきて、ちょうどあれですね、秀吉様がお亡くなりになられた後のことです。ああ、慶長3年じゃな。そうですな、ね。まあ、わざわざその死んだところを出すこともなかったんですけど、中央戦出兵から帰ってきた時に家康殿が、今年今一人じゃろ、ちょっと一人で、その年で38歳でしたかの、その年で一人っちゅうのもなんだで、ちょっとうちのこの養女がおるもんで、ちょっとちょうどいいのがいるから結婚してみんかって。でちょっと嫌とは言えない感じの空気恐れ入りますということで結婚したっちゅう。なるほど。あ、じゃあ俺じゃあ徳川殿の息子か。まあそうですな、わしら複雑やぞ関係が。信長様の妹の娘の旦那わしやもんで、わしはだもんで、ちょっともう理解ができないんですが、とにかく複雑だって。複雑なんじゃ。で徳川殿はその、わしの側室の妹の旦那の、お父さんが徳川殿やもんで、もうよう分からん。とにかく複雑だという。そして利家は、利家の娘わし側室にしてもやっとるしな。あとあれなんだ、側室にしてやっとる。あとあれなんだ、わしの娘にもしとるもんでな、なかなか複雑な関係でな。まあお父さんやったりおじいちゃんやったり、あ、おじいちゃんではないやか、まあいろいろあるんだよ。まあ人間関係っていうのが一番大変やったな、あの時代は。一番最初の嫁の名前だけがちょっと思い出せない。頑張って思い出そう。お前帰られる。家からは分かるんです、うん、ただちょっと、まあ、しかし昔戦国武将の妻っていうのはなかなか名前が分からんのも結構いるということで、うん、まあ、名前っていうのはなかなか。でこの新しく正室になったその家康殿の養女の、迎えた、その新しく正室になったものは、まあ、最初利姫という、名前で迎えて、後こう正常院という名を変えておりますが、そこは名前が分かってます。一番その本ちゃんの本元のところが名前が分からんというところ。まあな、そんなこと言い出したらわしも生まれた頃の名前思い出せる。そうですね。そうなんだ。まあいいですか。いやちょっと今日誰かにちょっとわしポロッと話したんですけども、我らが生まれたその中村公園というところに、中村生まれだよ、中村公園というところに日吉丸と仲間たちとかいうなんかどうなってるんですか。どれが秀吉様か全然わからんっていうのが。わし一番真ん中のこうやって威張ってるやつや。あれそうですか。でもなんか見るとみんなそれっぽいんですよ。だいたいあれ8歳ぐらいおるの。で例えばその一番こういう風に威張っとるのが、例えば秀吉様だったとしますか。そうすると他の者たち誰なんじゃって。わしの友達だから。名もなき友達。名もなきっていうかな、わしそもそも信長様に仕えることになったのもな、中村の友達のおかげなんや。なんやって言っとったら、
今は信長様っちゅうのが元気やぞっちゅうで紹介してもらったんだよな。まだもんで、ね、友達は大事にしてる。なんだそれ。友達だよ。友達で落ちたの。友達落ちじゃござら決して。じゃあケンシロウ、ダン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 、さあ止めますか。困った時のケンシロウ。秋太郎は今の話20世紀あの友達のおかげで、あのまあ武士への道をこの開いたというところから、あの友達つながり、こういうことを全然スタートなんですよ。まあええわ。あ、マイアミのトリオじゃん。なんかマイアミ、あのマイアミというビアガーデン結構前夏入る前ぐらいでしたね。珍しい取り合わせ。おい、じゃあ写真を撮れケイジロが真ん中か。身長的に一番いいのはいや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 いで、午後からまた名古屋城に戻ってきたら、一宮で何するの。まだわしらも詳細はわからないんですよ。ああ、そっか。だって、今日また確認してな。多分ブログの方ではもうアップされとると思うでな。アップアップアップ、まあ、アップという言葉を使っていいかどうかいや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。なんとなく詰まってしまった。アということでな、午後からはまた名古屋城にわしらは戻ってきて10人で演舞するはずだね。演舞するはずだね。もう憶測でしかない。まあ確かに何が起こるか分からない。何が起こるか。一宮から帰るときにもしかしたら、うん、そういうことはない。なんで悲しいこと言ってるの。いや、わ、わしは、いや、重大、重大での話な。それが、なんか、黙るもんで、なんか死んでもある。庄内川に落ちるとか、そういうことするのないが。だってな、もし、一宮に来れる者は来て、その後一緒にな、わしらと城に行って、演舞を見ると。まあ、午前中は、三月が、さようでござる。来るんですよな。うん、まだまだぜひとも見に来たってちゃう。ではまた明日。寒いかな。あったかい格好をしてしっかりと今日帰ったらな、手洗いうがいと。手洗い風邪ひくだろう。ああ怒るね。大事やな、手洗いうがいは。手洗いうがいは大事やな。流行っとるでな。風邪ひいてしまったら名古屋城にも来れんくなるで、しっかりと予防をしてな。また名古屋城明日待っとるでな、ぜひ来てくれと。いうことでわしらはこれにて退陣する。ではまたさらばじゃ。さらばさらば。